ロト戦争、ロト戦争、ロト戦争、1877年から1878年は、ロシア帝国とオスマン帝国、トルコの間で起こった戦争の一つ、他のロト戦争については、ロト戦争を参照。バルカン半島に在住するオスマン帝国領下のスラブ継承民族が、トルコ人の支配に対して反乱し、それを支援する形で、ロシアが介入して起こった。 ロシア帝国の勝利で終わった。ルーマニアでは、ルーマニア独立戦争、トルコでは、イスラームの歴年、ヒジュラ歴1293年にちなんで、93年戦争、また、オスマンロシア戦争とも呼ばれた。ギリシャ独立戦争に続いて、東ヨーロッパ諸国の独立回復のための、重要な戦役となった。年に発生したを支援するため、 1876年、セルビアとモンテネグロはオスマン帝国に対し戦線を布告した。しかし両国はオスマン軍によって大きな打撃を受けて急戦を余儀なくされた上、同時期に起こったブルガリアにおける反オスマン反乱であるもち圧された。この時、4万人に及ぶブルガリア人がオスマン帝国の軍民により虐殺され、 この大虐殺の詳細が明らかになるにつれ、ヨーロッパ諸国では衝撃が走った。オスマン帝国はイギリスの支援を得られなくなり、単独でロシアに当たらざるを得なくなった。1876年6月28日から7月8日にかけてロシアとオーストリア・ハンガリー帝国は秘密協定を締結し、ロシアがベッサラビア及びコーカサス戦争で、 獲得していたコーカサスを、オーストリア・ハンガリーがボスニア・ヘルツェゴビナを獲得することを条件に、オーストリア・ハンガリーが中立を維持することを取り付けた。さらに、これらバルカン半島における諸紛争を収集するための国際会議が1876年12月から、オスマン帝国の首都イスタンブールで開かれたが、翌年1月には物別れに終わり、ロシアは、 スラブ民族の救済を名目に戦争への介入を決意した。戦争を始めるにあたり、ロシアは1850年代に起こったクリミア戦争での苦い敗北の経験もあって、反スラブ主義的信条に訴えるべく、バルカン半島のスラブ民族独立のための戦争であると宣伝した。しかし、その背後には、地中海への通路を確保しようとするロシアの意図があり、 不登校獲得を目指す南下政策の一環としての側面を持った戦争でもあった。ロシア帝国は1877年4月24日、ロレキ4月12日にオスマン帝国に宣戦線復刻し、バルカン半島とアナトリア半島東部が戦場となるロトカンの先端が開かれた。は、バルカン半島ではプレベン要塞を守るの粘り強い抵抗の前に、 約5ヶ月に及ぶ、包囲戦を余儀なくされた、1877年、7月20日から12月10日、ロシア軍は、1877年7月17日から7月19日で、シップカ峠を確保、プレベンを完全に孤立させることに成功した、ロシア軍は、戦いを優位に進めた。バルカン半島では、ロト戦争の引き金となったセルビアが、 戦争再開をめぐる国内対立の末に戦線に復帰した。アナトリア東部でワカルスが陥落した1877年11月17日。1877年12月10日にプレベン要塞が陥落すると1877年12月31日と1878年1月5日から1月9日でオスマン軍は 最後の抵抗を見せたが、ロシア軍は、シップカ峠から、オスマン軍を完全に撃退し、ロシア軍は、イスタンブールに向かって進撃し、1878年1月17日、エディルネを占領し、イスタンブールの近郊のサンステファノにまで到達した。こうして1878年3月、ロシアの勝利で戦争は終わり、サンステファノ条約が結ばれた。 ロシアの勝利の要因の一つとなったのは1874年に施行された徴兵制度であり、その点ではクリミア戦争での敗戦以来皇帝アレクサンドル二世が言ってきた大改革と呼ばれる諸改革の成果が出たと見ることもできる。サンステファの条約によってセルビア、モンテネグロ、ルーマニアの各公国はオスマン帝国から独立し、また ロシアの影響を強く受けた広大な自治領、大ブルガリア公国の成立が定められた。しかし、軍事的な勝利を収めたロシアの勢力拡大に対して、欧州各国が警戒感が広がったため、新生ドイツ帝国の帝国最小、オット・フォンビス・マルクの仲介で、ベルリン会議が開かれ、サンステファノ条約を修正したベルリン条約が結ばれた。ベルリン会議後、 ロシア国内では皇帝アレクサンドル二世への失望と不満が広がっていった。この戦争を戦ったルーマニアはロシアと同盟した際にロシアは戦争終了後自国に対する領土要求を行わないとの約束を取り付けていたがベルリン会議によりベッサラビア南部はロシアに合わされることになってしまった。一方ギリシャ王国はオスマン帝国の不利を見て参戦を決めたものの その矢先に、ロット間の急戦が結ばれたために気を意し、売るものなく、軍を撤退させた。ブルガリアやカフカスでは、戦後に多数のムスリムが難民となり、オスマン帝国へと逃れシリアやヨルダンなどに移民した。オスマン帝国の国内では戦争中、非常事態を口実にした、無期限の憲法停止と議会の閉鎖が行われた。これによりは崩壊し、 アブデュルハミト二世によるスルタンの先制体制が敷かれることとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。